はい、今日は和歌山市の飲み屋街に来ております。7月の3連休の中日の日曜日の夜ですんで、人が少ないと思います。店も開いてないところが多いかな。人は全然いません。中に入ってるのかもしれないけど、外にはこの辺にちょっとあるね。なんかあんまり集中してないね、店が。3連休だから会社帰りの人がいないよね。浜バーってあるよ。そうね、電気がついてるところはやってるはずよ。だけどこんなスナックビルばっかりが、っていうか梅野さんの好きな路地裏に魚の骨のようにこう枝分かれしてるのはね、地上にないと。この辺もあるけど休みやね。これどこもしますね。これなんかオープンしたんじゃん。この辺も閉まってるね。にぎわってるさ。ここもそうじゃん。こっちはなんか邪魔。うちすごいじゃん。いや、違うんだな。それなりに集積してるけど、外に人が全然いないよ。やっぱり3連休だからかな。ここは派手やね。そうね。でかいじゃん。岡山の飲み屋街はちゃんとビルになってるね。岡山じゃない、ごめん、和歌山。岡山と和歌山を間違えました。全部ビルになってる。すごい。すごいけど。この辺スナックビルが連立してます。ここもそうやね。
これで終わりだ。全部ビルやね。はい、すごいじゃん。ただ人が全然いないっていうのが日曜日だからかな、やっぱ、ここは全然やってない。ここも全然やってない。お、ここすごいよ。おお、巨大だ。ロンゲという店がある。え？ロンゲ。ロンゲ？上のサンバーサスロンゲオレンジのロンゲが。巨大な飲み屋ビルがある。筋だけですな、うん、すごいよ。あれ続いてるけど。こっちもある。バイバイ。結構集積してるね。一箇所だけやった。あのなんか川の橋のところに3軒ぐらいのビルがあるだけ。それだけでした。はい。